パリ五輪の陸上やり投げで、日本女子史上初のフィールド種目での金メダルを獲得した北口春花選手。話題になった、勝利の鐘の秘話を語りました。画像、10月上旬のイベントでリレーを走った北口春花選手。パリ五輪では金メダルを獲得した選手のみ鳴らすことのできる、勝利の鐘。海外選手は控えめに1から2回鳴らす選手が多いですが、 北口選手は興奮気味に9回鳴らして大絶叫。このシーンで北口選手が叫んでいたことについて聞くと、多分レッツゴーと言っていたと思います。行くぞ、か、レッツゴー、と、みんなで喜びたくてと話しますが、興奮しすぎて何言っているかわからないですねと自身の様子を振り返りました。9回鳴らした鐘も、クールにできたかわからないですけど、もっとクールにやりたかったと話しました。